領国貨幣とは、戦国時代から江戸時代初期にかけて、各地大名が領内通用として、鋳造を命じた金貨及び銀貨であり、領国金銀とも呼ばれる。地方貨幣というべきものでもあるが、地方貨幣は諸藩により主に幕末に盛んに発行された領内通用貨幣の意味として用いられているため区別する。昼も金領国貨幣は主に商取引に用いられた地方国印銀などを言い、また戦国時代に手柄を立てた者に対する恩賞として用いられた金銀貨も含める場合が多い。16世紀中頃すなわち戦国時代より戦費調達及び商使のための金銀需要が拡大し、日本各地において金山及び銀山の開発が活発となり、増産が行われ、特に銀は世界一、二位を競うほどの産出量を誇るようになり、全世界の約3分の1を産出したと推定されている。欧州では古くから砂金が産出し、両目に応じて取引に使用されていたが、やがてこれを碇トールして、極印を打った錬金あるいは蓄留金としたものが用いられるようになり、さらに内部まで金でできていることを証明するため、板状に打ち伸ばした、蛭母金などの版金が製作されるようになり、当初これらは、表領貨幣として通用した。また、西日本から北陸、東北各地には、銀山が多く点在し、ここから産出される配付銀に極印を打った、極印銀及び、少額取引のために、それを節使いした、切れ銀が、表領銀貨として取引に用いられるようになった。これらの極印銀は諸国配付銀、宿り記などの文献に記載されており希少なものが多いが、そのうちいくつかは造幣博物館に展示されている。配付銀についても打ち伸ばされ、誇張銀が製作されたが、銀の場合は不純物などの関係から脆くひび割れ、安いため金のように薄くは伸ばせず、丁銀は譲り刃状あるいは、生小型のものとなった。甲州一分金庫のように領国内にある金山、及び銀山から産出される材料をもとに、金屋及び銀屋といった業者により金貨及び銀貨が鋳造されたが、これらは、火縄銃などの兵器及び、生糸、高麗人参などの輸入代金の支払いに充てられ、多量に海外へ流出した。また、戦国時代は、各地、金山及び銀山の獲得競争の時代でもあった。石見銀山を領内に抱える毛利元就は、石州丁銀などを発行し、黒川金山など多くの金山を抱える武田、信玄による甲州金は、徳川幕府の小判の通貨体系に引き継がれ、上杉謙信も天正腰座金を発行したとされるが、いずれも現存数は希少である。また、豊臣秀吉は、天正大判及び天正通り、宝など、いわゆる対抗金銀銭を発行したが、全国統一を前提とした、大判、丁銀などは、領国貨幣に含めないことが多い。このような貨幣は市場に出ると、当時としてはあまりにも高額なものであったため、金屋及び銀屋などの両替商に持ち込まれ、銭に変えて使用されることが多かった。武蔵牧所小判最終的に徳川家康による領国貨幣とも言うべき慶長金銀が全国統一により甲中貨幣としての地位を築くことになるが、多額に上る慶長金銀の海外流出などにより地方まで十分に行き渡らなかったため通貨の全国統一を達成するには至らず、依然各地銀山から発行される極印銀などの領国貨幣が並行して通用し、国内で不足気味の慶長金銀を補佐する役割を果たしていたため幕府も流通を黙認し、また諸国大名が参勤交代の時、中央貨幣である慶長金銀と交換するための手段としても用いられた。17世紀末の品位を低下させた元禄金銀を発行するに至り、ようやく金座及び銀座による領国貨幣の改修が進行し通貨統一が達成された。一方、天領であった開国では、甲州金座の松木家に甲州金の発行が引き続き認められ、これは元文年間頃まで続いた。近藤森重の金銀図録及び草間直方の三家随には、戦国時代から江戸時代にかけての多くの金貨及び銀貨が収録されているが、その中でも、両国貨幣には、後世の創作によると思われるものまで含まれ、また、それが、後世に図録をもとに作成され、今日、鑑賞品として扱われているものも少なくないが、確固たる記録に欠けるものが多く、本来の通貨であるか、鑑賞品であるか判明していないものも存在する。銀貨については、諸国配布期銀、宿り記などに記述がある。以下に示したもののうち加賀花公銀以外はいずれも、重量不定の表量貨幣であり、節銀といって切断して使われることがあった。ありがとうございます。